市畑百貨店の閉店発表から最初の営業となった今日、入り口の前には開店を待つ人が並び、営業が始まると続々と店の中に入っていきました。入り口には閉店を伝える張り紙が掲示されていました。びっくりしましたね、まさかとはね。ここ近いから、ちょこちょこね、1週間に1回か2回は来てました。島根県や松江市では閉店の発表を受け、対策会議も行われるなど影響が広がっています。